はい、ちょっとね、到着したやつですけど、はい、ここどこですか？ここ、ゆうさんの会社ですね。あ、先ほど運転してた方の会社みたいですね。はい、ちょっといろいろ尻尾振ってるんですけど、まあまああれです、荒ぶってるんですよ。ここでコーヒーとか作ってるんですよ。黒糖コーヒー。はーい。台湾でもキティちゃん人気なんですよ。キティちゃんとか、うん、アンパンマンとかが人気。うん、人気ですね。結構壁にポケモンとかやばいっすね。あ、ポケモンも人気ですよね。ほら、こういう風に。まず日本でこれ見たことないもん。ちょっとなんか形おかしくない。形ちゃかんし、手作りとか非公式感がありますよ、これ。非公式感があったらいいっすよ。ですね。愛されてますね。いただきます。ちょっと自分は水で。あ、美味しい。あったまる、あったけ。外もちょっと入れ物が太い。太くない？あ、ほんとだ。量半端なくない？あ、いいんすか。量多い。ミルクもなんか太い気ですよ。そんなことないんじゃないですか。いや、ミルク量も絶対太いから。太いっすか。ほら、ちょっと大きいっすよね。これ大きいよ。これ多すぎでしょ、これ。太い。ネスカフェも驚くだろ、これ。全部入れた。どうぞ、水いただいてください、モリモリさん。 ありがとうございます。もう向こうちゃんの水も。台湾のお茶って甘かったですよ、やってますか。甘いのもあるっすよ。甘いお茶もあるわけよ、うん。木抜いたら甘かったりとか、うん、飲んでびっくりみたいなのもあるだから甘いの好きなんじゃないかなって、これの太さ見て思ったんですけど。あ、モリモリさん、ハオツーマあ、変ハオツー、うん、変ハオハウ。どうですか。飲み物はハオハウ。ハオハウ。ハオツーは美味しい。ハオツーは美味しい。ハイツーは、ハオツー、ハオハウは飲み物は、ハウハウ。猫もいます、普通に。これ、ジェムスに。ハウツー。皆さん、この職場いいんですよ。愉快な友達多いんですよ。コーヒーダメだって言ったら、お茶出されたっすね。おー、いいですね。じゃない、なんか茶柱どころじゃないっすよ。茶柱どころじゃないっす。ここもすごいことになってますね。なんか、魚が住んでそうな感じ。分け隔てないっすね、こっちに。いいっすよね。こんな感じなんですね。なんか、普通はパックに入ってるような感じですよ。あー、パックに。これは分からないですね、日本の人体いいんじゃないですか。葉っぱも美味しくいただけるっていう、いいんじゃないですか、もうさ。そうですね、まだ今からじゃないコーヒーは美味しいね。コーヒー美味しい。まだ苦い。苦い、飲んでちょっと今やったらなんか味噌汁的な感じ。あ、苦っ。苦そう。こっちもちょっといただいて。いただきます。次は選んでよ。10年はあ、これも今、うん、ユウさんから、ユウさんから投資入れが、お投資感が、おりおりおり、みんな、おめえやりたいや、ここめこいだもん。これね、で井上って言って紙タバコみたいな感じですね。噛んで、で液体が出るじゃないですか。それをペッてやって、また噛んで、液体が出たらペッてやって。あ？タバコ吸ってる感になるんですか、これは。タバコな感じですね。ニコチンを取った時になんかダラーンってなる感じが3倍ぐらいある。まあ、そのタバコ吸ったあれがないから私、うん、経験があんま分からないです。タバコ吸ったことない人が食べると結構苦しい感じになるんです。苦しい感じ、苦しい感じ、マジですか。食べてみます。食べてみましょう。これじゃゆうさん、ビンランあるの。あ、オッケー。台湾来て最初に来るのが瓶のやつっておかしいでしょ。これは特大のパックです。業務用ですか、これ。いっぱいです。こーちゃん、目が光ってるけど、なんでか。こーちゃん食べるか。こーちゃん食べる。こーちゃんいい。でもそんなに悪いもんじゃないですよ、本当に。まあ、体にはちょっと悪いって言われてるんですけど、変になんか、あんな感じは。ただヤニクラ警戒してます。これ上のこれ取ります。蓋、これがちょっと苦いんですよ。はい、パリッと取れる。ありがとうございます。あ、こっち。そうそう、これ取ってヘタを取って食べる。いや、初めの 2,3 回ぐらいはちょっと唾液が出ると思うんですけど、それは捨ててください。あんまり良くない。めっちゃ見えた。いやいや、まだ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 。そばを飲み込まない。味どうなんすか。なんかそば甘い。甘い。苦くない。苦くない。甘い。だからこれ
ヘタ取るのと取らないのは全然違うんですね。このヘタついてるのは超苦いです。うん、こういう取ってしてる。まだ初めは、5分じゃない、3回目の唾液ぐらいからちょっと耳が熱くなる。なんかお弁当をいただきました、これ。開けていく。来た熱っ。どうした来たでしょ。顔が熱い。殻がポポポポしてくる。ポカポカする。で、この胸のあたりとかもポン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 くるくるくる。そう、 うわ気持ちいい。お酒飲んだ感じ。お酒飲んだ感じ。酔っ払っていいっすか。フラフラはないでしょ。何決まってんすか。けど決まってんすか、これ。あ、ヒースさん、けど一発目はすごいはず。多分ボン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 するでしょ。あ、くるくるくる、すごいすごい。結構ボン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 くる。すいません、これ多分なんとかなんとかなんとかみたいな多分書いてるんですけど読めないですよ、うん、全然読めない。僕最初は こっちしか見てなくて、メシ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 って書いてると思って分からんだろうって思ってお、弱これ手くれるでしょ。どうしたんすか。やばこれ、やばいぞ。あ、僕のこっちですね。ダン、うまそう。おいしい。どんなすか。こっち美味しいぞ。来ますね。これはどれですかね。これ森さんと僕が一緒です。わー、うん、あー美味しいやつ。絶対うまい。これ一緒。一緒ですね。美味しそうですね。何違う、ゆうさん。これ多分3種類の肉。これそう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 、3種類の肉。香り、あと、うん、アヒル。アヒル。アヒル。あとピク。豚。そうそうそう。おー、うん、鶏とアヒルと豚らしいですね。最高じゃないですか。じゃあいただきますか。これこれは広東と香港の、うんうん、香港有名だ。これ本当は台湾料理じゃないの。これ香港か広州料理。おお、そうですね。中国の料理。香港系ですよ。よかったですね。あ、みんなじゃないですか。いただきます。あれだけやって、こうちゃんだけ。いただきます。いただきます。めっちゃ重たいっすね。これ結構ご飯入ってるんじゃん。日本にはないような味って、うん、なんか中華料理の味だね。うん、美味しい。めっちゃうまい。え、うそ、これ弁当にしていいの。この味美味しすぎだ。おー美味しい。台湾の野菜炒めって美味しくないですか。結構美味しいんじゃないですか。美味しい美味しい。台湾の野菜炒め。なんかね、これなんすかね。なんかね、いただきます。我们家也没有被征收啊。謎。没有啊。なんかわかんないですけど、油揚げみたいな。そんな感じですか。油揚げかこれ。油揚げに近いかもしれない。何だこれ。なんか油揚げに近いもんだ。うん、油揚げとは違うけど、なんか似てるな。うん、なんかタケノコみたいな感じ。うん、タケノコ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんかね、はい、鶏肉とか豚肉、日本でね、うん、食ってきたじゃないですか。うん、でここで食う豚肉、鶏肉、なんか違いますよね。違う。味付けが違うのかな。うん、新鮮でもあるっすよ、うん、新鮮、うん、結構すぐ殺してのものだったりとかあるんで、だから鶏肉は柔らかいですよね。あ、確かに柔らかかったっす。確かに柔らかかった。日本のやつはだいたい冷凍されてるのとかなんですけど、はい、ほとんどもこっちは朝で殺してそれを料理する。あ、それもあるのかな。それもありそうだな。うん、とっても美味しかったね。うん、同じ肉でもこんな違うんだなっていう。まとめて、これ輪ゴムが太いんすよ。太いんわかるかな。俺、日本の持ってますよ。持ってたら、そう、皆さん、いつも入ってますよ。森さん、普段髪の毛、結んだりって言ってたから柔らかにしてるだろ。やばちゃん、ほら皆さん、これジャパニーズ、これジャパニーズ。これが日本で台湾、台湾ですね、この2つ。これジャパニーズ。うん、どうよ、これ。この違い、森さんいいっすね。そしてそしてちょっとニャンコがいる。確かにニャンコ、かわいいな。ずっと俺の靴紐で遊んでるんですよ。かわいいな。ちょっとね、先ほど運転手のユウさんのお家ですね。こういうふうに飾られてますね。すごい豪邸ですよ。豪邸。階段大好き。大理石。階段が大理石ってやばいでしょ。わお、わお、お、え、トランポリン、トランポリン。子供たちが遊ぶために。私のベッドです。ベッドなんですか。でかすぎでしょ。一
飛んでみて、そこを飛ぶ。おお面白い。水槽がパリピしちゃうっすね。確かに。東京って喧嘩するよね、確か。なんか、仲良しなんじゃないですか、これ多分。戦うって書いて、魚って書くんですよ。うん、それで東京。これ昔沖縄にいっぱいいたけど、もう少ないっすね。そうですね。野生にいたってことですか。野生に、これ友達が取ってきたみたいですね。僕もなんか家にいましたね、これ。これ東京ですよ。東京ですよ。リールが。リールがある。一回目、パンチパンナ、東京。で、今は東京だ。以前は台湾中央にしろ。これ見たことないでしょ。何それ。見たことない。何それ。タモスか。何それ。孫悟空が持ってるやつよね、さ、これ。そうだよ。かっこいいっすね。ウェイボーみたいですね。孫悟空が持ってるぞ、確かに。うん、で、回れもあるし、これズーム、ズームするやつでしょ。ショートズーム。ちょっと。かな。見れるかな。こっちが、うん。でっかいの変わるじゃん。うん。で、根にこう、入られるときに、うん、これが。あ、レンドね。はい。ホワイト中にあるわけよ、これ。マジで。状況なんて。これ欲しいな、これ作りたいな。うん、何それ。もう、竿立て。竿立て。いそ。それ見て。それ見てと。昔、もう何十年前の竿っすかね。てか、ガイド、なんで1個しかないんですか。いや、こっち上にあるっす。あ、ほんと。これ古い、超古い。超古いでしょ。大、うん、20年、20、30年。うわ、すげえ。30年前の深井。20年。こうちゃんより年上ですね、これ。確かに。うん、すげえ。これはよく見かけるやつじゃないですか、こんなのは。はい。見てこれ。多分これも試着なんですよ。もうしゃれな。すごっ。おっ。すごい。手作り手作り、専任しようなんですか。リアどうですか、巻きやすそうですか。しがりがある、こっちに。ほんとだ。ほら。折っちゃいそうですね。遠投できそう。うん、これなんですか、桃森さん。これ、ユーさんが作ってる、深瀬のメーカーで、モンキーマジックって言って。ちょっと見てもらっていいですか。自分もシャツとか履いてるんですけど、後ろに。モンキーマジック。ックこちらを見たやつ。台湾的。あ、最有機の孫悟空がモデルじゃないですか、多分。モンキーマジック。開けていいですか。もう出ていたんだ。あ、飛車くじゃん。ほら、孫悟空が乗ってる雲のデザインが入ってる。ちょっと見て、なんかほらこれあるじゃないですか、孫悟空の頭についてる。あ、そうそうそう。あ、そういうこと。裏から見たら多分ここにあるやつ。そうそうそう。おー、すごい、ほら。あー、すげえすげえ。あー、そういうことか。かっこいい。あー、とてもかっこいいです、すげえ。あ、こうやって75センチ。これが普通のサイズのやつ。うん、かっこいい。かっこいいね。お、すごい、めっちゃ動きいっぱいある。このモンキーマジックですか。あ、かっこいい。あ、モンキーマジックだな。見たことないもんな、このデザインはな。うん、見たことない。お、かっこいい、かっこいい。これ、ユさん、すごい。大丈夫でしょ。大丈夫、大丈夫。え、どうぞどうぞ。一人一個。一人一個。ありがとうございます。え、それいいんすか。いっぱいいっぱい。え、もらっていいんすか、これ。どうぞどうぞ。ただ、大きいし、好きか、実は。あ、大きいのと小さいのがあるよって。2個、2個。おぉ、ちっちゃいの欲しいです。どうぞどうぞ。すげぇ。こっから出るときに、なんか料金発生、領収書渡されないですよね。結構高いですよ。これ、チタンカップですからね。チタンカップ。それマジですか。チタンのカップ。あ、軽いってことですね。あ、やばい。え、いっぱい来た。マジですか。うわぁ、すげぇ。これもうないよ。売ってないやつ、非売品。非売品です、皆さん。これ全部で300製造した。100本製造した。もうない。ただ私、自分もうない。300本製造して、うん、はい、1日、あ、30分で販売した。30分で完売。やばっ。即売りボンボイで10本は自分の懐の中に入れたってやつ。ちょっと、すごい。こうちゃん、よかったな。うん、投げてみて、こうちゃん。これで大会出たら、うん、使います、ね、大会で使おう、こうちゃん。今の試着は、長いの時間使ったは手痛い。はい、あー、手が痛くない。これは手痛、全然痛くない。で、匂いもつかない。匂いがつかない。臭くならないみたいですね。臭くならないし。あ、こうちゃん、ちょうど言うた。
なんすか俺の手臭いみたいな。あ、めっちゃいい。どう違う？いつも使ってる音。かっこいいっす。かっこいいって。嬉しそう。ゴーちゃん、ゴーちゃんとっても嬉しそう。台湾で超人気ですよ。使いますモンキーマジックですか？俺今のところここ来てこれが一番気に入ってる。うん。これ何これ？うん。触ったと気持ちいい。気持ちいい。気持ちいい。大変です今。大変だったもんね。はい。ね。なんか YSP。これ。浮きのカメカメ攻撃クラス。もらえって言ってます。あれこれ。やば。これ全部ユウさん。なんでこんなにいっぱい持ってるんですか。ユウさんが社長だから作ってる。あ、作ってる。すごいな。日本で売ってるこれ。売ってないんじゃないですかね。モンキーマジック。アーティストに向いてるね。すごい。すげえ。コちゃんが目で合図しようだから。いやコウちゃんが欲しいって目で会いましょう。なことしてないっすよ。これ以上いろいろもらったら嫌われますよ。これ流し目っていうのをやります。こう持ってからこうパルス円筒門から知っちゃったことない。森森さんもらう気満々でチャートリッシュですね。本当は森森さん自分が欲しいから僕のせいにしたんじゃないですか。何に使うんですか。嘘ですよ嘘ですよ。船で森森さんもカツをやりましょう。お、じゃあ私持って帰るよ。やば。俺ちょっと完全にメルカリ倒してますよ。今友人を失う瞬間だろ。使う分持って帰っていいみたいです。じゃあ1個だけもらえますか。1個だけ、はい、いやいやもうちょっともらって大丈夫です。なんで俺だけ決めてるんですか。釣りやけどはいっぱい持って帰るだけ。本当に大丈夫。本当ですか。大丈夫。大丈夫。じゃあこれありがたくいただきます。ありがとうございます。じゃあ俺も1個だけもらっていいですか。室田さん、あのバレないようにこの椅子の裏に。渡そうとしてますよね、今完全に。椅子の裏を、もう一つ担がれてます。椅子に隠していっぱい取ろうっすよ。前に工場行った時に、うん、自分もこんな感じだったんですよ。いやすいません、いいですっつってやってたら、いきなりザル持ってきて、もう入れろってザルいっぱい。マジですか。優しいですね。不必要にもらえるっす、うん、一個一個で使っていきたいな、うん、ポジション。これは怒らんだろうなっていう個数だけ持ってきましたか。じゃあすごいっすね。てかツーバーにお土産、うん、はい、森本さん、これ今入れてるのはひょっとして。あ、これお土産分入れてるんですか。お土産分やばいっす。普通に皆さん、もうこうちゃん簡単に説明して、1個当たりこれ日本円でいくらぐらいなの。これか、いくらからです。浮きも結構するんで、いくらぐらいですかね。約もう1000円を超えますよこれ。けど普通に2000円とかいくんじゃないですか。え、1K 超え。だってこれ上に SIC リング入ってるっすよ。何が入ってるんですか。リング。あ、SIC リングが入ってる。しかも本当にいい浮きです。これリングが入ってるんだって。これリングは何のためですか。これこれあの糸が傷がつかないように、はい、入ってる。こっちにリングが入ってる。ごめん、僕ピンと合わないから分からんと思うけど。あ、見えた。リングが入ってる。あの一個一個入れるたびにあの社長の眉間のシワが増えてないですか。大丈夫ですか。大丈夫。あの入れるたびに確認がないです。あえてこっち見ないようにしないですか。今目合わないな。いや今浮き入れてるから見てるのかな。心配の感じあるのかな。本当にあのいっぱい入れてるけど いいかなと。大丈夫。ありがとうございます。野村さんもうこれやりすぎですよ多分。えこれやりすぎ注意ですよ多分。いや違う、みんなのお土産、みんなのお土産。あと7個ぐらい減らしたほうがいいですよ。いやあのツーバー7個ツーバーしょっちゅう LINE 来るんですよ。あなるほど。ツーバーにもじゃあ浮きが欲しいって。浮きが欲しいって。いや冗談ですけど。じゃあこれだけにしますか。じゃあはい、はい、じゃあこれをじゃあみんなで分けましょうか。みんなで分けようね。はい、メンバー多いから早さ、うん、ちょうどいいぐらいです。みんなで使ってください。はい、ありがとうございます。どうぞ。じゃあ、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これでももらいすぎだけどな。もらいすぎですね。嬉しい、うん、はい、ゆうさんにね、はい、食事会誘われたんですよ。そうっすね。で、その食事会までまた時間があるということで、こちらエビ釣り。わぁ、ほんとだ。ちょっとやっていこうかなって感じですね。手長エビ
台湾では結構有名ですよね。やってます。一回やってます。うん。手長エビ。あれが、まあちょっと暇つぶしにやるにはちょうどいい、はい、面白いやつなんで。明日からちゃんとした釣りなんで、ここでちょっと、そうですね、練習しますか。一回台湾。は台湾。マジ、手を振って台湾したいな。対決したんですか。対決しますか。あ、対決しましょう。絶対俺にかなわないです。マジですか。マジですか。これでコツあるんですか。じゃあ俺もそうやるけど、じゃあ2対1みたいなのですか。いや1対1でいいんですか。俺は勝てるよ、だってカズキ釣ってるもん。あ、そうだ。あ、出た妖怪釣り天狗。じゃあ行きましょうか。あ、行きますか。特別中に入れてもらったんですね。やばいっすね。この人は社長。社長。あ、はい、社長さん。はい。あ、はい、に介紹一下。でかっ。でかい20センチぐらいで、太い、しかもめっちゃ太いじゃない。うわ、でかっ。あ、太い、大きい。もっとでかい。でっけー。でかいね。止めた。あ、見やすい。あ、行ってくれた。皆さん、見やすいように止めてくれた。うわ、でけー、すげえ。ケンカしてるね。でかくないっすか、これ。でかい。でかいな。でかい、やばっ。やばっ、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 やばっ。ほら、カニがいる、でっかいの。やばっ、やばっ、社長。やばっ、社長。やばっ、社長、すげえ。なにこれ。わぁ。でっかい。ほら、ほら、ほら、ほら。これは、食器よ。シュシー。シュシー。もっと大きい？これめっちゃ大きい。超大きいだよ。おお、おお、おユウさんびっくり。ユウさんもびっくりしてる。びっくりしたよ。待て待て、でかいの。でかい。ありえんだろ。やば。中の鉱石一番だろ、これ簡単に。でかっ。鉱石一番なかなかないっすね。ないっすね。ありえん。ホール大丈夫だ。でかっ。でかくない？でっかい、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 でっかい。ハサミがないっすね、なんか。あ、ハサミがない。こういう種類っすかね。ほら。でかくね？でかっ。卵。オレンジになってるでしょ。あ、オレンジになってる。これ卵って。卵って。煮物ってんだ。あれっすね。お腹に卵。さっき煮物入って比較したっすね。あ、ここでやってるのか。これが釣れるってことだね。じゃあここで行くか。小さいのじゃなくて、どっちか。小さいビト大きいの。いや、もう夢はでっかく行きましょう。大きいのじゃないと興奮しなくなってるの。出た。あれ出た。妖怪釣り天狗。出たな、妖怪釣り天狗。今回使うそうみたいですね。そう。前座らしいです。ユウさんの前座。前座。これ私のじゃない。あ、じゃないですか。これはさっきのダイバーのコンテンツ。どうぞ。ローさん。ダイバーのローさん。ローさん。ダイバーのローさんのもの。開けてみますか、じゃあ。すごいな。多分社長のものもっとすごいよ。おー、すごい。すごい、優しい、みんな。ここさ、優しいね。さ、ここ、大きい。と。と。これは、なんだろう。これ串じゃない、これ髪の毛。針、いや、針。針。もしスピード速いわ。魚釣った、このハリスいらない、こう。すぐチェンジ。スピード、スピードだ。台湾では超人気で、今競技みたいになってるんです。あ、この釣りが。そう。だからもう、いかにどんだけ早くこう釣るかっていうので、ここに針かけて何本もストック置いて、なるほど。釣ったらすぐチェンジ。あとこれ、台湾人気の原因は、釣った。すぐ食べる。ああ、すぐ食べれるから。バーベキューの場所。あっちのね、あっちの焼くところ。あとで釣った、あそこバーベキュー。もしバーベキューいらないわ、料理は中も料理のプロある。自分なんかで焼くのもあり、作ってもらうのもありって言ってますね。あ、メジャーか。2時間でよ。針だ。仕掛けだ。変えた。
細いね。糸、糸なんか、糸、糸金色じゃない？これ。金色だね。糸も金色ですよ。これも金色。すげえ。これ、大きいの。大きい。今リリースよ。リリースさん。あ、よいしょ。こっちも。あ、よいしょ。よいしょ。バイバイ。なるほどね。あ、じゃあ先にやるから、なんで、こちらですね、はい、2人までということなんで、じゃんけんできますか、はい、で20分交換で、先に1匹釣ったらもう即終了、OK です、なかなか釣れないみたいなんでね、はい、1匹釣ったら勝利ということで、はい、で最初の20分、どうしますか、20分やったらまた交換です、20分だったらまた交換で、はい、やりましょうか、これでいきますか、はい、じゃんけん決めますか、はい、はい、最初はグー、じゃんけんポン、はい、これでしょ、はい、これでしょ。最初はグー、次でいい、最初はグー、じゃけっぽ、はい、こうでしょ、はい、こうでしょ。オートマスター先行、やっぱ妖怪釣り天狗、妖怪釣り天狗、妖怪釣り天狗対プロですよ、皆さん、はい、釣りは運なのか技術なのかがもうね、ここで分かってきますね、うん、うどうですか、モリモリさん、仕留める自信あります？いやけど結構見えない、ちょっと見えにくいのもあるんですけど、はい、そこが若干見えるけど、なんかいない感じけど、さっき逃がしてましたからね、今見たら、自分もこれ初めてなんですよ、多分これってほぼテレビでやってないんじゃないですか、ね、全然見たことないです、この辺台湾では多分ここだけだと思うんですけど、カニだけ、まあまあ、ちょっと不安ということですね。そうですね、エビは結構釣ってるんですけど、はい、じゃあどうですか、いっちゃんさん、意気込みの方は、あちらの方がエビ1個逃がしたの見たんですよ、はい、でその方向も見たんですよ、はい、どこらにいるか把握してます今中見えないって話してたんですよ。俺はなんか見えなかったんだけど、逃げる方向分かったんですよ、はい、あ、もう軌道で分かったんですか、俺キープしますって、見物ですね、はい、2人の対決、餌はこちらですね、これエビですか、これエビっすね、多分手長、向こうのあの手長エビをつけたやつだと思うんですけど、じゃあトモ食いみたいな感じですか、エビがエビを食うってことですよね、じゃあエビがカニでしょうね、結構釣り場にお店によって違うんですけど、あのちっちゃいあの桜エビみたいなのつけたりとか、あと魚の内臓つけたりとか、お店によって結構違うんですけど、こちらです、2点張りですね、こういう風に針の形結構長いですね、長いね、筒張りみたい、で早速落としていきます、何ですか、食ったら穂先が舞い込むんですかね、多分そういう風にね、アピールするんですよ、あ、ちょんちょんしてます、今説明あって、下の地形で、ここにブロックがあってこの下に隠れてるみたいです、エビが、あ、なるほど、うん、あ、なるほど、ただこのブロックの間で釣りをするっていう形になるみたいですね、あ、ここに隠れてるんですか、こっちのこの中に隠れてるみたいです、下の中に、で、そのブロックはどこにあるんですか、これはこのブロック、今この点の中にあるんですね、この赤と赤の間がブロックのこの間、あ、ここ、うん、あ、なるほどなるほどなるほど、だから1人か、はい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 、そんな感じみたいです、ここに言うとしたら、うん、ここギリギリ呼び込んでいく、モリモリ来たの、違う、あ、今スートン探してるどこにスートン、当たりは、は初めはこう、こうで、左、当たり、当たり、待て待て、ちょっと待てよ、ちょっと待って、待って待って、待って、これ待って、数秒で終わったんじゃないですか、お、ちょっと待って、お、お、みんなが見てるよ、なんかあっちのプロの寿司屋中だな、おっとは、おっとは、おっとは、みんなざわついてる、最初やな、みんなざわついてる、やめやめやめや、あかんるわ、ちょっと待ってよ、通信中だ、話したかな、ちょっと今、通信中だ、ちな、中国語で待っては電車なんですよ、電車ね、もう電車だったよな、電車ね、電車電車電車、あ、こう来て右行く、そうそう、左と右行くの時反対の方向合わせ、あー、うん、そうそう、おー、あ、じゃあさっき右行く時にこうやるもんだ、ね、うん、そうそうそう、確かにこう行きよったっすね、行きよった行きよった、よらーちゃん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 、チャンス来た、チャンス来た、ざわつき始めたんですけど、行ってください、チャンスもあるんですよ、あ、やはり一匹、お客様は一人一匹、一人一匹、はい、チャンスとだから自分チャンス製造、チャンス、Thank you、 で、マスターに落として合わせる、運ゲーです、これさっきからみんな外してるんですよ、
結構難しいらしいですよ、これ。あ、俺自分でやりたい。あ、俺は OK は、OK、OK ですか？ OK ってか、え？どうした？待て、チャンスない。待て、まずいよ。OK、あと、モリちょっと待てよ、モリ待て、おっ、森村さん、おっ、外れた。あー、惜しい。モリ電車あ、いいね。もっと大きいだ。合わせ大きい。そう、合わせ強いよ。合わせ強めだって。うん、そう、社員と合わせだ。あ、行きますよ。当たって。おお、ムルさん来た。結構いる。まあ。頑張れ。すごいって。すごい。ということで、モリさんの勝利。モリモリさんの勝利ですね。見ました今合わせが。よかったですね。あ、出た、妖怪釣り天狗だ。これロブスターじゃないですかね。なんすか、大きいっすよね。わ、あ、食べたい。あ、これ桃井さん食べたい。あ、食べたい今になってるんですよ。見て、ゆうさん食べたそうな顔。うん、美味しいよ。美味しい、超美味しいよ、これ。早速閉めた。あ、ハサミでやってる。すごい早い。うわ、すげえ刺身ですよ。刺身氷の上に置いて、あー、美味しそうじゃないですか。刺身って言ったらね、みんなこっち見て、家でして。だから、刺身は痛んなくいけたなんですね。あと一個スープ、龍虾のスープ、カニの料理。本当に周りがニヤニヤしてたから。うん、大丈夫ですよ。大丈夫じゃないだろ、絶対。刺身は良くないね。淡水の刺身は良くないって言ってました。これはどのタイミングで使うんですか。これ今からスープが来るみたい。これ刺身刺身で、うん、特別です。特別です。珍しいですね。いいですか、食べて。やった、いただきます。さあ、ポーちゃんから先にね。お刺身、大きい。みんな見てるんだけど、いただきます。ん、どう。美味しい。熱ってどういうこと。美味しい。さあ、ひっちゃん。おお、刺身ハウツー。なんで片言なったし。なんか一口目、なんか独特な匂いしますね、一瞬。一瞬なんか、嗅いだことない匂いして、その後エビの甘みが入ってきます。美味しい。コリコリする。どうですか、モノモリさん。本当だ。細かくコリコリする、なんか。最初ちょっと戸惑うっすよね。何この匂いみたいな。なんか初めての味がするんですよ、一口目。あ、美味しいっすね。美味しい。甘みある。サザナさん食べます。あ、僕はアレルギー。残念だったら。残念だったらアレルギーなんだよ。もったいない。で、彼らが食うときに全員静まり返ってこっち見るんですよ。やっぱ一口目通り過ぎたらもう美味しいっすか。美味しいっす。いやー、いいっすね。羨ましい。ごちそうさま。今から汁が。あ、スープ。あ、スープで。先ほどの、はい。今、尻尾の方の身だけ食べたんで、はい、今、頭と手とか、スープにしてるんですよ。あら。先生、ありがとうございます。おお、すごい。従業員さんがね、持ってきてくれてますね。皆さん、なんか、すごいのかな。すごいのが来てます。え、森森さん、これ釣りましたっけ。社長が。これ、オッケー、オッケー。あ、シェシェ。あ、シェシェ。
ありがとうございます。社長、社長から。シェシェ、シェシェ。同じ。はい、ありがとうございます。社長からの。あ、友達してってくるか。スーパーシェシェ、今開始。エビエビ。やべえ、すげえ。エビ釣ったから。カニだこれ、皆さん。これをどうするんですか。めちゃくちゃ大きいですよこれ。社長さん、ありがとうございます。あ、まさかまさか。オープン。うわー、カニ味噌。うわー、カニ味噌、すげえ。たまんね。絶対美味しいだろこれ。いただきます。絶対美味しい今。あ、辛っ。あ、美味しい。あ、辛い辛い。あ、美味しい。ポルタン、大好物だ、辛いの。うん。辛いの好きだ。喉で来るからさ。結構好きですね。いただきます。はい、こうちゃんね。うわ、いいな。美味しいとこ食うじゃない。ほんとピリッとしてる。ピリッと、これもセット。これセットってやってる。何すかこれ。これもちょっと乗せて使おうし。セクシータイムみたいなBGMになってます。セクシータイムみたいなBGM。セクシータイムBGM。あ、美味しい美味しい美味しい。美味しい。うん。皆さん、どうすか、森森さん。美味しいですか。最高。美味しい。美味しい。やばいっすね。たまらん。いやー。どう？美味しい？うまい。好吃？バカうまい。好吃。美味しい。これにかけなきゃ。いいな。さあ、モルモルさんもね。超やばい。あ、モルモルさん超やばい。笑顔っすね。カニのあれっすね。力こぼしてみなさんこれ。はい、出ました。出ました。でっか。ここに、うん、こうちゃん知ってるよね。こうだろ。やばい、間違いないっすよ。味噌セットカニ皿、カニ皿を使っていく。うわ、いいな。アレルギーねえやつら羨ましい。申し訳ないな。めっちゃ美味しい。さあ、2、1、よいしょ。おお、なんかアサリみたいなの入ってない？アサリ入り、いい匂いする。わあ、すげえ。美味しそう。いい匂いする。いただきます。いただきます。いただきます。さあ、どうですか。どうですか、ひっちゃん、出汁はどうですか。あ、すごい、おいしい。出汁取れてる。出汁取れてる、うん、一匹でこんなに。皆さん、こちら全部が出汁ですよ、これ。すげえ。うわ、美味しそう。結構身が。うわ、モルモルさん、身がいっぱい入ってます。身がすごいですね、モルモルさん。うわ、ちょっとやばい。おいしい、おいしい。やばい。アサリも効いてるしね。おいしいですね。おいしい。これ晩御飯前にお腹いっぱいしますから。確かに。皆さん、我々これが晩御飯なんですよ。晩御飯前に遊びに来たら、そんなに。よかったっすよね。カニ一匹で1万円越すみたいですね、沖縄だったら。しかもこれロブスター鍋っすよ。ロブスター丸々一匹。まあ料理代も含めて最低でも2万以上するってことですよ、これ。うわ、2万以上ですよ、皆さん、これ相場。もっと味わってこう。もっと味わった方がいいですよ。さあ、皆さん、こちらですね。社長がこういったのもあるんだよってことで、ちょっと、すごい、全部エビじゃん。うわ、すごい、全部エビ。わお、まさかのガイター。ライター。まさかのガイターでした。ライター。今、衝撃映像を見せています。皆さん、時間は早いんだぞっていう。皆さん、あ、着いた。こういう風に片面焼きして、多分ひっくり返すんじゃない。上の方に火があるから。さあ、今火がね、さっきまで生きてましたよ。生きてますよね、今ね。ほらほらほら、生きてる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 。おー、めっちゃ生きがいいやん。あの、赤くなったらひっくり返ってね、自分で。うん、次こっちへ行こうかな。うん、そうそうそう、次こっちへ行こうかな。バランスよくひっくり返ってますね。あっちは赤くなってる。あっちは赤くなってる。さっきまで生きてましたからね。うん、
すごいもん、さっきエビ、カニ、エビエビカニ、甲殻類しか食ってない、うん、最高じゃないですか。まさにカッパエビセンだ。あ、本当だ本当だ、すげえ、カッパエビセンだ。あ、美味しい。美味しい。ハウス？ノー。頭。取れて、あ、食い方失敗。あ、食い方失敗。リトライ。あ、ベスト。食べてる。うわ。美味しい。うわ、美味しそう。すごい。これが正解な、ベストアンサー。醤油つけて。あー、これ美味しそう。うまっ。美味しい、うまっ。絶対うまい。おいしいよ。おいしい。こちゃんも食べて、こちゃんも。さあ、もろもさんも食べていきましょう。ゆうさんも食べていきましょう。おります。絶対ハウツーでしょ、これ。ハウツー、うまい。甘い。皮ごといける。皮ごといける。全然問題ないです、皮も。皮ごといけるよね。そして味噌。味噌もある、味噌もある。味噌バカうまい。美味しい味噌。モレモリさんがもう黙って食べてますね。真剣ですよ、モレモリさん。めっちゃ熱いんですよ。めっちゃ熱い。熱くないんですか。熱い。すごい。ほら、味噌が入ってる。これ頭ね、頭。お、味噌すげえ。見える？これ。見える見える味噌だ。うわ、美味しそう。サザンロックさん。はい。朗報。どうした？卵。うわ、卵すげえ。美味しそう。朗報。サザンロックさん朗報って言ってるけど。サザンロックずっと朗報って聞こうだろ。ずっと聞こうだろ。すごいな。うまっ。ファンゾンなな、搞笑ね。エビアイビすごいっすね。うん。結構食べたね。ごちそうさまでした。はい、はい、ごちそうさまです。ムルムルさんまたモリモリ食ってます。ムルムルさんまたモリモリ食ってますね。ヨウさんの場所は行く。ヨウさっきにごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんと今サインを書いてくれてるので、ありがとうございます。愛妻探偵団サイン書かせていただきました。そう、シェイシェイ。シェイシェイ。ありがとうございます。ハウス、シェイシェイ、シェイシェイ。ということですね、皆さん、もう楽しい釣りもさせていただいて、美味しくいただいて、皆さんこちらですね。はい。チーアイライ。チーアイライ。アイライ。チーアイライ。ぜひ台湾に来たらそこのあなた、寄って行ってください。本当に楽しく美味しい料理が食べれるところです。楽しかった。はい。楽しかったですね。お腹いっぱい。お腹いっぱい。お腹いっぱいですね。お腹いっぱい。皆さんもう帰る気満々ですね。ありがとうございます。OK。バイバイ。はいちゃん。バイバイバイ。はいちゃん。あ、大丈夫よ。じゃあ、師匠、ありがとうございます。ありがとうございます。師匠、はい、ありがとうございます。失礼します。再見。再見。ちなみになんですけど、はい、モレモレさん曰く、こちら日本でいうとこのビリヤード場とかダーツバーみたいな感じみたいな感じらしい。若い子たちが集まるとこだって。いやー、ほんとにね、お腹いっぱいっすね。いいね、なんか大分かるじゃん。台湾もあるんですよ、皆さん。左手に台湾。マンマンって書いてる。マンマンが女だったら、こういう名前だったってことだ。マンマンはゆっくりって言う。あ、ゆっくり。ゆっくり。あ、じゃあ、ジョコって感じなんですね。ヤハオ。ヤハオ。あ、ヤハオ。ヤハオ。ニハオ。ナダチンチン。で、今回、あの、食事会する場所ですね。食事会。あの、リョウさんっていう。リョウさんという方ですね。釣具の社長です。釣具屋さんの社長。釣具メーカーの釣具メーカーの社長ですね。南平釣具っていう、あの、中国の大きい釣具屋の社長。これ家なんですか。すごくない。家です。お店です。じゃあ日本でいうとこの、島の大王がまかすのどちらかっていう。全部お家です。これ家。え、家？これ全部。もう家ですよ。待ってください。え、私こんなとこ来ていいの？すごい。この門から入ってきて、でっかい。これやばいぞ、こうちゃん。これ黒髪スプレー買ってもらってね。出た。金髪見たらびっくりするかもしれないですね、また。すごい。はじめまして。ニハオ。え、これ家？やばいって、それは。どうぞどうぞ。失礼します。はい。も
森森さんすごいだろ。森森ハサン。森森さんは台湾ではすごい有名な方なんですよ。なのでこういった釣り業界ではもっとされてますね。ビビどうぞ。ビビってますよ。どうやそうか。もうすぐ食えるはい、一応すごいすごいすごいトイレ行くタイミングで俺たち丸刈りしないといけないこれこんな髪の毛で来ちゃダメだろ酸素の髪の毛髪ストッパーにしないといけない確かにそうですよやばいこのチンチラゲは不愉快だ日本語だ押してくださいって押せない押せない怖いシャンデリア50トイレは見えないからさすがに手抜いてるんじゃないですかそんなこと言うな言っていいこと言うなうんあバケモンだ入っていいですかジュビタコミュー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 ジュビタコすげえ、あこれ洗う時ですね、これねこれ押しやったなんですけどうすげえ、でかトイレでかすぎだろ待ってトイレさせてトイレしたいトイレしたい一回止めるよトイレあすごいですねトイレするちょっと一回止めますはいトイレ終わりました天井高いですねめっちゃ天井高いじゃないですかこれやば掃除大変なんだかこれあ壁も離すねそして皆さんこれトイレこれとうとう使ってますねこれとうとうのオシレットですいやさすがでかいいいの使ってるじゃないですかさあ、ではプレイヤー交代ですね、これプレイヤープレイヤー交代、誰もいないありなさいはい、こっちゃん、次こっちゃんレポするか皆さん、こちらこれ手洗うところね、皆さんこれただ手洗うところ、これ鏡でかすぎだろ、これ鏡でかすぎだろ身長2メートル55ではそんなやばいけどねいただきますどうぞどうぞ欢迎欢迎啊！欢迎欢迎欢迎，怎么说？伊拉西，伊拉西，伊拉西，可以说英文啊。嗯。什么鬼啊？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 干拜嘛！干拜！干拜！随意那个。随意随意的干拜。随意干拜，随意干拜。干拜，我懂了。来来来，欢迎欢迎，来来。干拜干拜，干拜的。干拜干拜。伊拉波兰波兰。卵引いてよ引いてよお宮さんの顔うんそうそうそういいな皆さんこちらカニいっぱいカニライスですカニご飯のおいしそうそしてこちらエビエビと春雨ですねおいしそうこれがボラの白子ボラボラおいしそうどうぞ。
これ米のパンと血の。何やったよ。あっち？な、俺カメラの血って言うやんや。ご飯と豚の血を混ぜたやつ。ご飯と豚の血を混ぜたやつって。ベアコン。あの、血の血みたいなやつ。そうだ、これ、トーリーの血。トーリーじゃないの。あの、アヒル。アヒル。アヒルの血だって。血とライス一緒。アヒルの血って、アヒル。ほんとね。なんか食べたことないですけど、多分香辛料だと思います。匂いがすごい。匂いが強い食べ物です。味は？美味しいです、美味しいです。え、今の部屋ってもう気合入ってるから、食うだけはやばいね。これ一番偉い人が食うとかじゃないですかね。まあ、死んでいけるほどだよ。はい、これはほら。これ大丈夫ですか？大丈夫。大丈夫。飲みちゃうな。はい、食べちゃう。一応、効率によって。そのトラックが刑務所行きに行ったら来るじゃん。うん、もう味高い。高いやん、高いと。高いやん、コラーゲンみたいな感じかな。コラーゲンみたいな感じかな。コラーゲンみたいな感じかな。高いやん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 。なんかデザートらしきものが。你看，看一下，看一下。这是他种的啊，他种的。これ、メロンみたいな。晋山亚大门。晋山岛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 。美味しいよ。晋山岛。美味しい。美味しい。あ、マンゴーみたいなもん来た。这个皮啊，老贵的，小妹妹啊，老在玩。晋山岛。これ柿かな。そうそうそう。いただきます。要熟的，你在晋山岛。对对对。晋山岛，いただきます。没啦，哎，哎。那还有吗？哦，美味しい。美味しい。ハウス。ハウス。美味しい美味しい。ハウス美味しいって意味ですね。あ、美味しいこれ。あ、もちろんですよ。ディクションも。ナシみたい。あ、ナシみたいか。ナシみたい。美味しい美味しい。スーパーハウツ。ハウツ。スーパー。スーパー。美味しいよこれ。ナシみたいじゃない。ナシみたいだね。グアバ？グアバじゃないの？うん、じゃない。ナシ。ナシ。ナシみたいな。バラギアか。あ、あれマジあれ。これ日本語だよね。ない。ない、これ。皮ごと美味しい。うちの店あれやろな。あれもありますよ、佐々木さん。で、あちらがチーさん。チーさん、美味しいって言ったね、笑顔も。これ、チーさん、美味しい。お、美味しい。何本かどうじゃ。お、美味しい。あ、谢谢、谢谢。明天来摘。明日、これの場所行く。直接。あ、とっても。いいですね。なんかね、グアバとナシのミックスで、ミックス。なんていう果物ですか？これはバラ。バラ。バラ。バラ取り放題行くかってきますね。おぉ。シャンゴー。何その感情困ってるやり。あ、いいですねって。困ってましたよ。ジェイム。ロビティオや。チーさん見てるよ。チーさん、チーさん。ちょ、ちょ、ランプ。チーさん、ホッツ。ホッツ。ホッツ。谢谢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 で、社長さん、社長さん、で、ゆうさん、ローさん、はい、え、いえ、いえ、ライバルテストですね。釣り、釣り。三三六さんのヒッチャーさんも酔っ払ってるんですよ。そんなことないや。酔っ払い探偵団のあのお散歩のコーナーですね。散歩のコーナー。家、皆さんこれ家、家なんでこれ大理石ですよ。大理石しますよ。やばいよな。すごい。部屋。寝るの部屋、超綺麗。あ、超綺麗。あ、うわ。エピカだこれ。完全エピカ。完全エピカなんだか。そこ真ん中に。綺麗だけだ。すごい。すごい。もう気持ちいいだ。もう休んでるじゃん。ユウさん。ユウさんも。テレビでっか。テレビでっか。ユウさんはこれ自分の家大丈夫だ。これもう真ん中。マットがありえんぐらい気持ちいい。あ、座ってみてもいいですか。もう一人ずつだ。一人ずつ。みんなバージョンと。ちょっと足組んで。あのちょっと。しばらくだ。てかやばい。これ一人座り、ここ一人寝る。一人寝る。寝てる。やばい。布団ち。あ、どうした？撮影会始まってますね。撮影会。レイヤーですね。コスプレレイヤーと同じ位置です。いいっすかこれ。どうするこれ言っとけどね。
おぉすごい。あ、最高じゃないですかこれ。そろそろコンパニオンもらってそう。そろそろコンパニオンか呼んないですか。すごいのこれ、この絨毯ね、絨毯がありえんぐらい気持ちいいっす。ありえん、気持ちいい。この部屋一番高いのものは全部石石。これね、これ大好きはね、あのメンテナンス大変なんですよ。中性洗剤とか使わないといけないんで、酸性とかの、あの使ったらダメなんですよ。へぇ、はい、よく通してない。メンテナンス大変ですよ。ここはりょうさんのオフィス。オフィス、りょうさんオフィスですよ、これ社長室ですよ。すげぇ、へぇ、これ何がするかって、これ自動ドアなんですよ、これ自動ドアなんですよ、実は。あ、ほんと自動ドアだ。こっちは早めに出た方がいい。早めに出た方がいい。延長料金取られるから。リボパしてる。みんな移行してるよ。みんなモード移行してますよ。この家の作りかっこいいっすね。あら、綺麗だ。人慣れしてる。綺麗。全然警戒してない。綺麗。餌もらえると思って。餌、待って綺麗すぎないこれ。綺麗。透明度高いっすよこれ。うわ。遠見したい遠見。遠見す。遠見すんな遠見。すぐ釣れるっすね。これ活性高いっすよね。活性高すぎじゃないですかこれ。お、お、いったいった。あ、これか。完全そう。あ、あ、怪我してる。怪我してる。お、釣られてる。釣れてる。ちょっと釣れてる。はい、金やば。うわ、釣れた。おお、釣れた。釣ってるの。お、すごい。食うのね、上手。食ってからすぐ U ターンする。大きいね、ちょっとね。綺麗これ、金色のやつ。うわぁ、これ明日釣るやつって。棒振ってる、棒振ってる、棒振ってる。ちょっとこれ暗くて見えないですけど、明日ですね。じゃあこれは明るい日に、あ、これ肉眼でもこれ発見するの難しいですね。これは明日のお楽しみとかにしますか。僕だった今見た、見たそれも。あ、同じかい。そう、あー、青バーンって言ったな。はい、食ってからすぐターンしよった。今回の棒振ってる、棒振ってる、棒振ってる、棒振ってる。消えたな。警戒心強いっすね。多分あれドラフトマランズ。あれ、あ、金魚食ってんだ。いっぱいね。金魚じゃないっすよこれ。こうちゃんこれ、あの明日金魚すくいで泳がせ釣り、金魚泳がせ釣りの動画見られたら銃殺もんだろ。怖くもそうだろこれ。やばい、見てて面白いな。すごいすごい、すげえ、やば。しんさん、はい、はい、どうぞどうぞ。すごい、すごいっすね。失礼します。すごいいい匂いする。いい匂いする。木の、木のいい匂いだ。木のいい匂いする。すごい。うわ、新品の、新品の。これ一個の木っすよ、これ。一つの木。これ高いよ。これ高いよ。これ、ヒノキ。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 うわ、すごい。ヒノキ。モリモリ。はい。やばい。おお、なんだこれ。おお、なんだ。何の匂い？エイファイ、ヒノキ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 、こんな匂いするの？ああ、すごい。香水の匂いする。ヒノキだ。する。いい匂い、いい匂い。あ、いいわ、自分だ。キム匂いだね。高い匂いするよ、さ。高い匂い。結構これめっちゃ高そうだぞ。これ触ったらダメ？触る。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 これこんなの触らんほうがいい。非売品ですよ、これ。あの、ハイサイメンバーの臓器売っても買えないですよ。すごいですよ。お値段 X ファイルです、これ。俺だ、これ俺だ、XYZ が同じやつ。すごい、うわ、あー、すごい。あー、俺の時触っちゃいけないやつだ。触ったぞ、今、僕は。この手洗わんぜ。すごい。工場？こっちは工場みたい。あ、犬飼ってる。あヘアバンド系持ってる。ヘアバンドすごい。あ、ちょ、あ、あゆやす。あ、こういうの作ってます。あ、あ、上手上手。これこっちのやつかっこいいね、これ。あ、ちょっと開いていた、なんか吹かせてる感じで。アディダス、アディダスか。アディダスもある。アディダスすごい。アディダスもコラボしたよって言ってるから。いやすごい。でもやっぱあれっすね、笹子さん、小さいので寂しいっすね。やっぱそうっすね。先ほど、ちんさんが読んで全員がスルーしたステージに今行こうとしてますね。100万ですね、こちら、100万。普段100万に使ってます。わぁ、来た来た来た。うわぁ、エビだ、すげぇ。ほらほら、わぁ、出た、あ、逃げた、早っ。早いね、一瞬真っ暗でしょ、これ。
取れた取れた。これ台湾普通にいるの？あのエビは。浜に。あ、モチエさんお魚出ますね。今もうなんかあのセカンドステージ作ってますよ今。石。石ですね。石じゃん。小物石。石のテープ。小物エビや。チンさんによる真剣10代喋りますねこれ、うん、どんなトークがクリエイティブお茶会が始まったね。お茶会っすね。また乾杯するのかな。ねえ、はい、あお茶、ティー、ティータイムです。ティータイム、あ、美味しそう。まあ、よじいねやん。なんか、すごいっすね。你第一个说的嘛，都好吃啊，都好吃啊。六九家，就是差了十多家哦。いただきます。啊，这是阿里山的，对不对？谢谢。我列瓦阿里山的乌龙茶。乌龙茶。啊，好吃。阿里山。好吃。めっちゃ長くそう。你也不吃，你老吃。トマトみたいなやつ。トマトですか、これ。トマト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 。このお茶、トマトなんですか。いただきます。このお茶らしいですね。高さ。また高さ。トマト。トマトらしい。トマト。これトマトみたいですよ。すげえ、いただきます。ね、日本のうま。どうだ。あ、美味しい。プチトマトに近い。うん。日本もでせいで。甘い。甘い、甘い。美味しい。美味しい。これ日本じゃないの？台湾中国的呀。あ、あ、不然你不不然じゃないですよ。伊勢海龍应该是日本怪。なんかね。不是啦，还在台湾。このトマト。フルーツのような。台湾另外的油全去看。もうすごい。那种有机耶。お茶の素の地の太白呀。太白。美味しい。上面剩女啦，上面微博。チンさんステージ楽しんできますか。うん。チンさん。なんで誰？お茶会今。一回入れちゃんばらしましょう。これはこちらですね。このまた高そうなマッキンギン。高そうですよこれ。うん。看你干嘛找你旁边挤啊？你。我来点的，我叫我堂兄。我来挤的。日本人嘛，算了，不是。也不是。叫我堂兄っていうのは本当にいいですね。あ。有爆破！次再没有，我讲的话，我讲的话，我讲的话，老早在拜拜啊，看过，看过，过个，嗯，茶碗温めて，でその後2杯目のやつ。そうですね。日本は一番最初。当天无亏啦，莫怪，唔是啊，你豆都起用字啊，看人我就知啊。哪那个讲话啊？你冇看到点我来了喏。你是无打钢琴，你咪打打打喜欢听啊？打是打，我讲那段很少的。这是国力嘛？才用我不用钢琴啊？一边用钢琴，这是自己要听的，是吧？体力更强，要靠点体力。啊，空的空，空的空，空的空。啊，空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 。ペンってなったらもうお茶こっちにこぼすんだよ。穴から立つね。あ、そういうことか。うん。ガッと出会わない。すごい。よく出会わない。これ今、声が9匹いるんですよ。声が9匹。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好きや。あ、ここに2、3、4、5、6、7、8、9、10。ああ、9匹。これが9匹。これが9匹。これなんか意味があるみたいで、その説明をしてたんですけど、あんまり聞いてなかったっていう。9は、あ、僕は食いや。中国ではいい。いいいい。ラッキーセブンみたいな感じですよね。そうそうそう。で、龍も9。そう、龍も9。いい意味らしいですね。だから9匹いるみたいです、声が。見てください、これ。湯沸かしケースね。最新型。すごい。はい、ということで、帰る時間ですね。はい、もう夢道です。チェさん、ごちそうさまでした。先生。ごちそうさまでした。美味しかったです。あおつ。先生。先生。あ、おやすみ。すごいな。麻雀。あ、おう。麻雀。あ、チェさん、チェさんが率先して。あ、テンホ？おお。麻雀。おお、麻雀と麻雀、麻雀、ええ、麻雀、这个是招待所。あ、寝室だ。すごい。ええ、招待所。招待所。すごい。招待所って。そしてこれトイレですね。あ、綺麗だ。すごい。すごいな。いや、ジェンさんすごいですね。ずっとすごいな。
はい、今日泊まる場所がこちらの彼ちゃん上がったところですね。はい、広っ。なんとここ500元です。500元。500元で、日本円で言ったらかける4なんですよ、うん、なので2000円ですね。安っ。で、ここで寝る人とソファーで寝る人、はい、で、地べたで寝る人2人。安いって言って全員同じも止まってる。どういうことだったら感じですけどね。2つ借りるか。じゃあ2つ、そうだね、2つ借りたい。2つ借りるか。その方がいいと思うよ。次の、撮影に影響出るな。はい、じゃあ明日の朝までちょっと休みますか。はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。